おはようございます。そこのモテない人たち。本日は、ピアノが弾ける人なら実践できる、ピアノを使って絶対にモテる方法を、これは絶対に気になる異性には見せてはいけない動画です。気をつけましょう。というわけで、このフォルテ様が、皆様にモテる方法を伝授します。ピアノを使って。僕が実践してきた、すべての方法をさらけ出します。よろしくお願いいたします。今日は5曲を使ってモテます。最初から最後まで5曲を通して弾ける方が絶対にモテます。っていうのもモテるためのプログラムで作りました。まあ話はここら辺にしておきましょう。というわけで僕新作パーカーができました。1月25日より販売です。黒と灰色を作りました。BF って書いてますよね。この F は音符を混ぜてます。BF パーカー。ボクフォルテパーカー。ぜひ、チェックしてみてください。はい。というわけでね、早速やっていきましょう。まず、学校でモテたかったら、1曲目に、愛の夢を弾いてください。そして、2曲目に、子犬のワルツを弾いてください。3曲目に、ドビッシーの月の光を弾いてください。4曲目に、ショパンのノクターンを弾いてください。5曲目に、カンパネラを弾いてください。では、この5曲を使って、いかにしてモテるのか、教えていきたいなと思いまっちょ。全部弾けなくて大丈夫です。最初だけで大丈夫ですよ。まず、モテるためには、休み時間をうまく使いましょう。休み時間というものは10分しかないです。そして授業前の準備とかを考えると5分でモテに行きましょう。ピアノがある音楽室、音楽の授業の5分間で絶対にモテます。まず女子たちが、そして男子たちがなんかガチャガチャしてる中で、あ、ピアノあるじゃん、俺最近ピアノ始めたんよとか言って、みんなこれ知ってる？とか言いましょう。するとみんなは、愛の夢じゃん、これなんか聞いたことあるとかざわつき出します。あ、知っとった？これ結構いい曲なんよとか言って、ちょっと格好つけましょう。そしてさらに、かっこつけると、うわー素敵だわーってなるので、2曲目で笑いを入れたんですよ。この中で恋に落ちた人いますか？恋に、まあみんなは冷めた反応するでしょう。そこですかさず、じゃあ絶対に恋に落ちる曲弾くわとか言って、何の曲って聞かれます。聞いたことあるけど何の曲って言ったら、カイヌのワルツ、カイヌのワルツって言いましょう。これどういうことってなるので、カイヌのワルツ、まあもともとは子犬のワルツなんですけども、もうヌをちょっと少なく言いましょう、ね、すると、カイヌのワルツ、カイヌのワルツだよって胸を張って言い張れるので、そこで笑いが起きます。まあね、これもともとは子犬のワルツなんだけど、みんなに恋に落ちてほしいなと思って、恋のワルツを弾いたよって言った。笑ってくれます。ここでね、もう大爆笑が取れます。そしてすかさず3曲目。すると、美しいってなるので、
に落ちたかと言いながら、恋に落ちたか、月の光をすかさず引いてください。すると女子たちはうっとりして、男子たちもうっとりします。これは女性でも男性でも使えるテクニックとなってます。ここでついにゲットしました、1ギャップ。やっぱりギャップ萌えってね、うまく活用するとモテるんですよ。まあ、僕はね、数々実践してきました。そして大滑りをしました。だからこそ皆さんにはね、これを実践して成功例を作ってほしいのです。今ゲットしました1ギャップ、そして2ギャップを取りに行く。2ギャップ、すかさず2ギャップをゲットしました。まあね、ここまでいけばあとは締めに入る作業です。大取りですよ、これ。ラーカンパネラの出番です。なぜかと言いますよ、かっこいいで締めるんですよ。1曲目、うわ少し聞いたことあるいい曲じゃんって耳に入れます。2曲目、可愛いのワルツで笑いを取ります。3つ目、1ギャップ取りに行きました。そしてすかさず2ギャップ目、そして最後はもうね、今もうみんなの目がハートになったので、最後にすかさずもう槍でラーカンパネロって言ってね、そのね、あのもう心に突き刺しに行きましょう。でラーカンパネラも全部弾かないでください。最後に先生がこの前ピアノのレッスンでさ弾いてくれてさ、じゃああんま弾けんかもしれんけど耳コピーしたやつ弾いてもええとか言ってちょっと嘘ついて、耳コピーっていうのを押しましょう。ここでさらにギャップ萌えが発生します。あ、耳コピーしたのちょっと弾いてみてもええ。この曲なんかあの先生っていうか弾いてくれてかっこよかったけど、ちょっと弾いてみるわ。あ、知っとる？いや、耳コピーしたけんあんま弾けれないよ。とか言って。すると、うわ、耳コピできるんだ、すげーって思わすこともできるし、最後にあの、2ギャップいったところに最後に、ラーカンパネラってね、恋のハートをぶち開けることができるので、ぜひとも皆さん、実践してみてください。これが、ピアニストが教える、絶対にモテる方法です。僕は、実践しました。数々の失敗を繰り返しましたが、みんなで100回やれば、誰か1回成功するはずだと思うので、ぜひとも、やってください。絶対にモテます、多分。まあね、みんなギャップ萌えってね聞くとね、どうしたらいいと思います？僕みたいな見た目になればいいのです。僕は体育の先生がピアノを弾いてると教育実習中に言われました。先生、体育の先生をなでた。うん、そうよって言いました僕は。そして、あ、でもなんか今回は音楽で配属されたよとか意味わからんことを言ってしまったんですけども、まあそういうこと言うと、うわ先生すごいってなって、まあ先生一応柔道もできるんよって言って軽く自慢をすると、本当に体育の先生じゃんってなるので、まあそこはうんよぐらいって言っとくとギャップ萌えを狙います。だからみんな筋トレだ、絶対に筋トレをしたらギャップ萌えを狙います。それかあえてピアノ弾くときだけなんか体中にダイヤモンド貼ってすごくかっこよくしてピカピカしてかっこよくするとか、あえて給食中に牛乳の瓶とかこうやってねデコピンして、先生これその音ですわとか、まあなんかピアノアピールをしたらギャップ萌え狙います。やりすぎは注意です。というわけでね、ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひこの実践方法をねするとモテると思いますので頑張ってみてください。僕は絶対に恋に落とせる方法、ピアニストならではの方法を紹介させていただきました。ギャップ、GAP、ギャップがミソとなります。僕のおすすめは、カエルのワルツです。カエルのワルツ。
か。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。